節分福引きせんべい福引きせんべいとは、三重県の津市から松阪市にかけての中、勢い地区で、節分の季節限定で販売されている、節分約余計のせんべいであり、内部が空洞の略四面体立体形状を有し、その内部空洞に小さな玩具や縁起物が封入されている。円形のせんべい生地を半乾き状態で折りたたみ略四面体立体形状に成形し、 焼き上げて製造する。折りたたみ工程は、人手で行うが、急いで折りたたむと、生地が割れてしまい、不具合品となり、綺麗な略4面体立体形状に折り曲げるのには、熟練を要する。通常、一辺が20から3 0トル程度の三角形状に、成形されているが、大きなものでは一辺がメートル程度にも、達するものもある。せんべいを適当な、 大きさに割って食べるが、この時に内部に封入されていたものを取り出して何が入っているかを楽しむ。小麦粉、砂糖、卵落花生などを基本材料にしており、製造メーカーによって多少の味わいの差はある。津では平治せんべい本店、松坂では柳屋宝前が主なメーカーである。一個の大きさが非常に大きいことや折りたたみ工程に熟練を要する等の理由で、 量産できず、さらには、地域限定かつ季節限定の製品のため、地元でも、かなり珍しい部類の菓子商品に属し、老舗和菓子店などでは、事前予約を受け付けているものもある。2009年3月5日放送の秘密の、県民賞のコーナー、秘密の習慣で紹介された。岐阜県郡上市周辺では、正月の季節限定商品として販売されている。 ABCD カメリ 2016P183 秘密の県民証過去の秘密ありがとうございます